はい、こんにちは、さかなです。今日はですね、現代風の寄せ書きの作り方についてお話したいと思います。寄せ書き、例えばですね、会社を辞める時とか、何かサークルに入っていてですね、そこを辞める時とかという時に、まあ、もらったこともあると思うと思うんですけども、まあ、こんなようなね、色紙にね、みんなでですね、一言書いてその方に渡すというものですよね。私も何回かですね、もらって、今日ここでですね、ちょっとサンプルでお見せしようかと思ったんですけども、まあ、ちょっとどこにしまってあるか分かんなくてですね、見つけられなかったんですけども、まあそんな感じになっちゃうと思います。そこでですね、今日は提案で現代風の寄せ書きのですね、作り方をちょっと話したいと思います。用意するものがまず iPhone、それとですね、iPhone のアプリで、ここにある iMovie というアプリ。これはですね、Apple 純正のアプリですので、まあ、最初から iPhone に入っているんじゃないかと思うんですけども、もし入ってなければですね、この iMovie で、この App Store で検索をしていただけるとですね、iMovie と検索していただければですね、ここで、まあ、私の場合もインストールしてますから、これ開くと書いてありますけれども、入ってないかと、これ無料でダウンロードできるはずです。これを用意します。あと一つはですね、 Google のアカウントです。このサファリでですね、検索をかけてアカウント新規作成という項目があるはずですので、そこでですね、作成をすればですね、 Google のアカウントが作れます。この3つですね、を用意します。今日はですね、このパンダのですね、パー君がですね、会社を辞めることになりました。そこでですね、パー君を送るためにですね、集まってくれたのがこのクマちゃんとですね、このミー君とですね、このダラッとしたワン君です。でまずですね、 iPhone を使って一言ずつですね、何かを喋ってもらいます。 iPhone のこのカメラをですね、立ち上げます。このビデオを選択して、この画面を指でこうに動かすとビデオというのが選択できますので、ここで録画をします。まずですね、クマちゃん、パンダのパー君が辞めることになったんだけど、一言お願いします。うん、パー君にはいろいろお世話になって本当に感謝してます。悲しいけど新しい職場に行っても頑張ってください。ミー君ですね。ミー君、パー君に一言お願いします。うん、パー君、本当に本当に長い間ありがとう。新しい職場に行っても頑張ってください。頑張れ。続いてワン君にですね、一言喋ってもらいます。ワン君、パー君に一言どうぞ。悲しいです。実は私、パー君のことが本当に好きでした。付き合ってください。イエー。事前にですね、パー君にも一言インタビューをですね、しておくといいかと思います。パー君、一言どうぞ。長い間10年間皆様にはお世話になりましたが、新しい職場に移ることになりました。皆様本当にお体を気をつけて、これからも頑張ってください。本当にありがとうございました。という形でですね、録画をします。次に動画の編集をします。iMovie というソフト、こちらのソフト、これを立ち上げます。そうしますとですね、ここにですね、いろいろ作ってありますけれども、プラスボタンのがありますので、これをタップします。それでここでムービーを作るのか予告編を作るのか聞かれますので、ムービーを作ります。予告編でもいいんですけども、予告編はですね、映画の予告みたいな感じのものが作れます。とりあえず今回はムービーにしますね。でムービーを選択します。そうするとですね、今ですね、録音されているものがここに出てきます。一番上のですね、ものが今録画したものになりますので、この2分44秒のやつですね、これですよね。これを選択をして、下のムービーを作成をタップをします。そうするとこういうふうにですね、今録画したものがざっと出てきますので、まあ、ここで編集をかけるんですけども、今ですね、ちょっと録画、この iPhone の画面を録画しているので、ちょっと音が出ないんですが、ここでですね、音とかを聞きながらですね、ここで編集をします。例えば編集としてはですね、いらない部分をカットするということになりますので、下のですね、プレイキャプチャー、ここをスライドしていってですね、まあいらない部分ですね、ここはいらないかなっていうことであれば、この分割を押して
いらない方を削除しますので、今右側がいるところが選択されてますので、いらない左を選択をしてここで削除をします。ここが選択されてますので、いらない左を選択をしてここで削除をします。同じようにこのですね、横長のキャプチャー選択をして分割をします。そうするとここで2つに分かれますよね。それでここのところにいらない部分まで持ってって、ここをまた選択をして分割をして左側を削除していきます。こんな感じで編集をかけます。それであとテロップですね、できればその何月何日にどこでやったかというですね、記録を残しておくというのもいいと思いますので、この熊くんのですね、ちょっと前にですね、もし削除でギリギリしちゃったのであればですね、少しこれを左にこの指で伸ばすと伸びますので、ここら辺にですね、文字を入れておきます。ここを選択をしてですね、この部分ですね、この部分にですね、この下のところで T ですね、押しますとタイトルが入りますので、いくつかこういうふうに選べますから、基本的なこれでいいですかね。それでこれでここに例えばくまくんお別れ会、それでこの下にですね、今日でやると日付が出ますので、日付を選んで、魚屋さん宅にて、このようにですねやっておくとですね、後で見た時にですね、このどこでやったっていうのは分かると思いますので、いいと思います。それでこれで完了します。そうしましたら、ここでですね、名前をつけておきたいんで、ここでくまくんお別れ会というふうにつけておきます。その後はですね、ここの下の共有ボタンですね、真ん中をこれを押します。そうするとここで何で何に共有しますかというふうに出ますので、例えば Facebook とかメッセージでこのビデオを送りたいというんであれば直接送ってもいいんですけども、私がですねちょっと話したいのは YouTube ですね、にアップするのがいいんじゃないかと思います。でここに YouTube を選択します。でここでですね、ここの今非公開にチェックが入ってますけども、ここをね限定公開にしてください。それで、タイトルはくまくんお別れ会入ってますので、ここでこんな感じでいいと思います。これここでですね、おそらくGoogle のアカウントを初めて取った人は設定が必要かもしれませんので、その設定に基づいてですね設定をしてください。ここでシェアですねを選びます。そうするとここでムービーを書き出し中になります。できればですね、これ Wi-Fi の中でやんないと通信容量が結構食ってしまうと思いますので、その Wi-Fi の中でですねお願いいたします。今アップロード中ですね。Wi-Fi の中でやれば、こんなぐらいの短いビデオであればですね、結構短い時間でですねアップロードが完了すると思います。今のですね、iMovie はバックに音楽とかもつけられますので、今回は送別会でいる皆さんが喋ってる内容ですので、音楽はですねつけなかったんですけども、音楽をですねすごく小さい音でつけるとかというのもできます。あとはどっかにですね、花の綺麗なところに行って、このビデオを撮ってですね、ちょっとそれにふさわしい音楽、この中に音楽もいくつか用意されてますので、それを使ってもいいと思います。でこれで終わりましたらですね、アクセスしてみましょう。そうすると YouTube が開いて、今作ったですねビデオが、今動画まだ処理してますね、もうちょっとかかります。それで YouTube の方は限定公開にしたんですけども、YouTube にはですね、限定公開、あと一般公開、公開ですね、あとは非公開という3つに分かれてます。そこでですね、公開というのは私がいつもですね、YouTube にアップしているような感じで、皆さんに誰でも見られるような形なんですけども、限定公開というのはですね、私がこの動画の URL を送った人しか見られません。今ちょっと、この動画の処理が完了したら実際に送ってみますけども、その人しか見られない、ものです。ですから、
私がですね、友達とかによく話をするのは、子供さんのビデオとか、撮っておいて、DVD とかに焼いておくのもいいと思うんですけども、YouTube のこの限定公開にアップロードしておけばですね、例えば友達が大きく、例えば子供さんがですね、大きくなって遠くに離れた時に、たまに見たければですね、その限定公開、親にですね、その URL を送っていただいてですね、それで見るとか、ということができます。あとは、今回みたいな送別会の時はですね、それを作ってですね、参加してくれた人とか、他の人にですね、その URL を送ってあげればですね、その人しか見られませんので、非常にいい機能じゃないかと思います。あとは非公開というのは、その URL をですね、送っても見られません。ただ自分、Google のアカウントが分かれば見られますので、そういう意味では、その家族の写真、家族のですね、ビデオなんかもそこに入れておいてですね、家族がそのGoogle のアカウントをですね、知っていればそこで見られるということになりますので、一つのビデオの保管庫というような形でも使えるんじゃないかと私は思っています。先ほどのですね、動画の処理が完了したみたいですので、ちょっと見てみましょう。YouTube を開きます。初めてですね、Google のアカウントを作った方はですね、ここで Google のログインっていうのがあると思いますので、そこにそれでログインしますと、ここにライブラリーとかいろいろありますけれども、一番右のライブラリーを押すと、ここにアップロード動画っていうのが出てきますので、ここをタップします。そうすると一番上にですね、クマさんお別れ会がアップロードになっています。それでここで、こんな形でですね、ちょっと声がちっちゃかったですね。この間はですね、カットした、今回カットしてないので、カットした方がいいと思います。というような形で YouTube で見られます。でですね、今のこの動画をですね、今の動画をここ、開きます。真ん中に共有ボタンっていうのがあると思いますので、これをタップします。それでここでですね、下の方に何で送るとかっていうのが出ますので、例えば LINE とかメッセージが多いと思いますが、LINE、メッセージで送っています。でここでですね、送る人、今回ちょっと自分に送ってみます。それでこれですね、送る。を送りますと、今のですね、おじいのぐっさんからのものが来てます。それでこういうふうに、相手にこういうふうに届きますので、ここで再生ボタンを押せばですね、YouTube が開いて、こんな形で見ることができます。もしくはですね、何人かで送るんであればですね、この共有ボタンを押してこのコピーですねっていうのを押しますと、これリンクをコピーになりますので、コピーを押してですね、ここで例えば LINE であれば LINE を開いて、それでここのメッセージを書く欄にですね、このペーストってするとですね、今の URL が添付されますので、これでですね、送れば相手にそれを送ることができます。ですから何人か送るときはですね、コピーしておいてペーストペーストペーストでやるのがいいんじゃないかと思います。今日はですね、現代風の寄せ書きの作り方をお話しました。結構いいと思うんですね、このやり方ですね。で YouTube であればですね、簡単に後でアクセスできますので、これを使ってですね、友達にメッセージを送ってあげたり、できればその参加できない人もやっぱいると思うので、そういう人も事前にですね、メッセージを取っておいて、でパッと編集をかけてですね、送ってあげると非常に喜ばれると思います。はい、この動画いいと思いましたら、このいいねボタンとですね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた、ありがとうございます。失礼いたします。